ネット通販が広がる中、問い合わせの応対には話し相手に不安やストレスを与えず寄り添うことが求められています、うん、そんな中、今日福岡市であるコンクールが開かれました。お電話ありがとうございます。ユーザーカタログ販売、福岡県内の地区予選を勝ち抜いた電話応対のスペシャリスト25人が出場しました。客席には事業所の仲間たち、優勝者と準優勝者の2名が全国大会に進みます。3分間でお客に信頼される応対を競います。設定1、あなたはインターネットで販売するカタログギフトの営業担当です。法人客からホームページ上での見積書の作り方についてお問い合わせです。カタログギフトの購入を検討していて、見積書が欲しいんですが、どうすればいいんですか？信頼は話をよく聞くことから、予選突破のレベルともなるとさすがに心得ています。ホームページの設定では、見積書は商品を選び購入するをクリック、名前などを記入することになっています。見積書はホームページからお客様ご自身でお作りいただけます。はい、手順をご案内いたしますので、今ホームページはご覧になれますか？高評価を得たのは、ここで購入するをクリックしても買ったことにはならないという大事なことを伝えた人たちでした。お渡しされる先様に合わせて好きなものを。設定に、購入商品を決めていないお客の思いに寄り添いおすすめしてみましょう。送る相手はどんな人で、どう喜んでほしいのかを汲み取った応対。ユーザーカタログ販売、坂本でございます。今年福岡大会を制した楽天証券の勝木ひかりさんの応対です。契約会社様へお歳暮で送られるということですね。ええ、それは喜んでいただけるギフトが選べるとよろしいですね。はい、きっとお一人お一人のお好みに寄り添えるかと思います。はい、いやー、感動しました。そうですね。もう表情からね、表情でね、伝えるの大事なんですね。ねえ、自分の電話してる時の表情どうだったっけなと思いますもんね。ね、大概眉間にしわ寄ってますよ。なんてこと言うんですか。でも笑顔にならなきゃいけないなって思いました。ね、でも真帆さん、学びがありますね。いや、本当にそうだし、なんか自分が未熟者すぎてなんかググれとかって言ってしまったりとか。ダメダメダメ。それはダメですよ。失格だと思います。だからこっちが調べてないことに対しても、うん、しっかり優しく、うん、丁寧にごめんなさいっていう気持ちにさせないっていう。寄り添ってくれる。常に寄り添う心っていうのが大事なんだなって。嬉しいですよね。お客さん相手だからいいけど、家庭でやるとやっぱ甘やかしちゃうんで、相手でも常に大事っていうのが、もうすごく勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。